皆さん、こんにちは。レイチャンネルです。今回は肉付き漢字部首のレッスンです。あれ月編ではないの肉付きと思った方もいらっしゃるかと思います。形は月編と同じです。でも、月編と全く意味が違うんです。肉付きは肉の部に属していて、体や 肉に関わる漢字になります。ちなみに、月編は、月や時間に関わる漢字です。月分に属します。さて、皆さん、いかがお過ごしですか収録している今、小鳥のさえずりが聞こえたり、うぐいすの声が聞こえます。とても、のどかで気持ちいいお日柄となっています。今回使うボールペンは、ゼブラ、サラサクリップ、 0.7です。一度肉付きを書きます。はい、肉付きの説明に移ります。書き順は大丈夫ですね。一画目が左払い、二画目が 折れてまっすぐ下に下がっていきます。三角目、四角目、右上がりしましょう。この時空間、2兄弟、大体一緒になるといいですね。一角目ですが、こちら、少し出ているのはお分かりですか引っ掛けて書くようにしましょうね。一角目のここの直線部、できるだけまっすぐまっすぐ書いてください。 直線で書くことがポイントとなってきます。次に、肉付きがつく漢字、4文字例として書きます。 次に今書いた4文字の説明に移ります脈という字です1画目引っ掛けましょうそしてまっすぐまっすぐ直線でまだまだ我慢してやっと左に払っていきます直線部分がとても大事でしたね五線は基本的には上がってきましょうしっかり折れてから縦に 縦線を書きます。横線は基本的には右上がりです。1、2、3。引っ掛けるのが大事です。そして方向全部平行です。お分かりですか分かりますか平行に払っていきますが、書き順は引っ掛けてからまっすぐ。長く立てるように書いていきましょう。最後やっと曲がれます。引っ掛けて平行にまっすぐ直線です。止まります。 引っ掛けて最終格の右払いですが、ここ離してくださいね。くっついていないですよ。しっかり止まって右払いをしていきましょう。ここの直線が一番下まで来て長くなっています。向きが一緒の平行になるように書きましょう。こちらですね。ここの縦線も立てるように書きましょう。次、背ですね。 とう字です線の縦線こちらとこちらは短めに書くことがポイントですなぜなら下の月が大きめに書きたいからですなので縦線が長くては下に詰まってしまいますよねなので縦線は短めに調整をしながら書きましょうねこちら2本の煙突引っ掛けてますね引っ掛ける法則を覚えてください 引っ掛けてから次に向かうように書きます。さらに、ここも引っ掛けてから中へ内側に入ってますね。この書き方も覚えましょう。跳ねた上には何もない空間です。次、この月ですが、やや広げるように書いているのがおわかりですか私はやや広げるように書きます。その方がどっしりしたように見えるので、 たくさん広げないで、ちょっとだけ広げるように書くといいですよ。で、長めに跳ねてください。空間は2兄弟、だいたい一緒です。はい。腹という字ですね。引っ掛けて書いてます。引っ掛けること、やはり重要ですので、覚えてください。五線は基本的には右上がりです。下、ポコンポコンと出ていますね。っていうことは、この横線、右上がりの2本は、やや上に 詰めて書くということです左払いですが1本2本ありますが方向が変わっているのが分かりますね左下に向かう方向とやや丸く上に払い上げています方向が変わってくることとても重要なポイントですよで、最終角はここの2角が接する場所ではなくて少し下からずらして書いています さらに言うとポイントですが、この服のこの日ですが、やや小さめに書くようにしましょう。下のこの久しいという字に似てるこの字が大きく書きたいので、日は小さく、小さく書くことが重要となってきます。はい、象ですね。あれなんかちょっと汚いです。ごめんなさい。吸ってしまったようです。はい、象の 心臓の像という字です。横線は右上がり。よろしいですか引っ掛けて書くこととても重要です。次、書き順大丈夫ですか横に行きますか縦に払っていきますかはい。まず、縦に払っていくことが大事です。で、横線を書きましょうね。右上がりとなってきます。で、また縦線を書いて横線です。その時、空間大体3兄弟一緒です。 下に出てますね。下に出るということは、こちらの上の中身は、上に詰めて書くことが大事となってくるということになります。ちょっと長めに書いてもいいですね。で、こちらですが、こちら、沿って長く書いていきます。で、跳ねた上には何もない空間です。よろしいでしょうか。で、こちらの線ですが、短めに払ってます。 短めに払うことが大事ですよ。長く払ってしまうとごち,ごちゃ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 見えてしまいますので短めに書きましょうね。で最後、見えない線でさらにつながって点を書いていきますが点雑にしないでください。チョンとやったりチョンこういう方もいます。しっかりどっしりした気持ちでちょっと丸くすると いいかもしれませんね。舌が空いているととてもいいでしょう。次に許容についてお話をします。はい。こちらが許容です。順番に脈から説明をしていきます。先ほど書いた字とあれ何か違うぞという箇所が何箇所もあると思います。まず、こちら、ここ。離れています。 話して書いても OK です。ここ、払っています。払って書いても OK ですよ。はい、次、ここ、止めています。止めて書いても間違いではありません。次ですね。3箇所。いえ、4箇所でした。4箇所あります。まず、ここ、引っ掛けて中に入るのではなくて、横に書いています。方向が変わってますね。 このような書き方でも OK です。次、ここが止まっています。止めて書いても OK ですよ。ここ、じゃんじゃんいきます。払う。払って書いても OK です。次、ここ、離して書いてます。離して書いても間違いではございません。次、はい、こちらは3箇所です。まずここが離れています。離れて書いていても OK。こちらも同様ですね。 離して書いてます。こちらも離して書いてもいいですよ。最終格、ここ、止めています。止めて書いても間違いではございません。はい。象という字、2箇所です。まず、ここですね。ここが離して書いてます。離して書いても OK です。はい。ここですね。点になってます。まっすぐ下に降りるのではなくて、点になってますね。はい。 書き方の方向が変わっています。方向は変えて書いてもいいですよ。はい。少々書き足でしたが、いかがでしたでしょうか肉好きは肉の部に属していて、体や肉に関わる漢字です。月編とは形は一緒ですが、意味が全く違ってきます。知らない方も多いと思いますので、今日は機に覚えてくださると嬉しいです。 それでは漢字部首、肉付きのレッスン終わります。最後までご視聴ありがとうございました。